おはようございます。ティネと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。実に実況を撮るのが2ヶ月ぶりです。生放送とかで現地報告はしてたと思う。ツイッターとか生放送でさ、実に今動画を回してるのがね、なんと2ヶ月ぶりというね。私はこの2ヶ月間何をしてたかって、本当に、まあ、忙しかったですね。はい、忙しかったです。で、環境に大きな変化があったとしたら、この2ヶ月間で。あのね、パソコンにね、星町彗星がいるってことっすね。今回使っていくモンスター、デンデンリー、ゴールデンタイム、デンデタウス来ましたね。硬いやつが3体そしてちゃんと相性もありますね。この3体はね、マジで硬いっすよ。いや、2ヶ月も経つとさ、実況どうやって撮ればいいかわかんないんだけど、みんなコメントに書いてっていうレベルの、ちょっと初心者実況となりますが、よろしくお願いいたします。今回のコンセプトはですね、草原荒野で相性が発動して、なおかつ、硬い3体です。はい。今回はね、真ん中のゴールデンスライムが主役となってもらいましょう。ゴールデンスピーン!よいしょ!オッケー!横の2体には、すでにね、マスターダブルスキャンをしてあります。なので、狙われるのはゴールデンスライムになりますね、基本的に。そう、すごくない?このメンツでさ、狙われやすいのがさ、ゴールデンスライムなんだよ。あー、それ痛恨かもしんない。なんじゃそりゃ。92! さあ、砂をばらまくぞー!よいしょ!避けられました!あ、いいっすね。これで皆さんの体勢を見れます。見ててください。私たちの硬さというものを、硬い硬いなぁ、みんな。デンタサウルスが特に硬い。びっくりするぐらい硬いのがこのデンタサウルスだよね、やっぱ。来ました、三強モンスター、デンタサウルスです。三強ですね。まあ、いわゆる、ナイトリッチ、デスゴーゴに続くね、三強です。いやー金色の輝きが、爆発するゴールドブラスター威力高いんだよね、割と。デンタサウルスはどっちかといえば、立ってればね、もう、そこで役目果たしてるみたいなもんぐらいの硬さですから。弱点がね、氷と光の呪文しかないんですよ。とにかく硬いっす。ただ、デスゴーゴーみたいな火力がないんだよね。踏み潰すみたいな。踏み潰すストライクみたいなね、火力はないんで、うわ、買った何これ。買った何これ。敵の物理攻撃はね、ほとんどね、無力化します。砂煙して、さあ、鉄球親父が最後に動いて振り回す。引き受けるのはゴールデンスライムです。割と食らってる方なんだけどね。割と食らってる方だと思うんだけど、ゴールデンスライム。別に特段めちゃくちゃ打撃に硬いわけじゃないからね、ゴールデンスライムって。なんだったらどっかのさ、どっかの黒ブレのゲームだったらさ、普通にバリ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 攻撃食らって散ってるからね。ゴールデンスライムってさ、実は柔らかいんだよね。どの作品でも。なんでだろう。だから今回のチームって、ゴールデンスライムの火力に依存してますね。言っちゃえば。ゴールデンスライムだけ唯一称号で伸ばしてるんですよ。他の2体は、まあ、いつもの通りテロップで出しとくわ。が、まあ、わかりやすい耐久上昇です。はい。すっごくわかりやすい耐久上昇してます。クロススイングがゴールデンスライムに飛ぶんだよね。で、ゴールデンスライムってそんなに硬いわけじゃないんだよね。柔らかいね、こうしてみるとな。目玉に。おー、危ない。怖い、怖い。さあ、立ってるだけでね。役目を果たす。デンデンに言うと、デンタサウルス。お互いデンがつくというのはね、なんとも皮肉なものですが。だからさ、カード中の並び見た時にさ、あれ、デンデンに言うとデンタサウルスってさ、隣にいんじゃんみたいな。何友達かなんかなのかな。デンデンにもね、
耐性が優秀で硬いモンスターですよ、かなり。弱点がないですからね、言っちゃえば。なあ、あの、見た目の割に強い。ワンに出たとは思えないぐらい強いね。うん。デンタクルが外していくんだよな。何をしてるんだ、お前は。なんだか今日は外しが多いな。ところでこっちのゴールデンスライムの回避率はいくつだと思ってるんですかね。ゴールデンスライムって、プラチナキングの、まあ、セブンイレブン版なんで、回避率もそこそこあるんですよ。ちょっとちょっとゴールデンスライムは簡単にはプラチナキングのね、セブンイレブン版なんで、回避率もちゃんとあるんです。はい。暗黒に弱い点も一緒ですけど、まあ。さあ、ちょっと攻撃を当ててくれ、君たち。攻撃を当ててくれ。いけるだろう、さすがに。はい。砂煙で。はーい。よいしょ。3残りました。デンタサウルス。ここに気合い玉すると、とどめの時期を打つことになります。来たー、オブネ、まさに。よし、デンタックル。フィニッシュ。危ないなー。気合い玉してたら編集が入ってこなかったわ。おお、続くぜ、この動画。いいね、いい戦いになりそうですな、これは。楽しみですな。さあ、魔性の道化師ドルマゲスといえばね、チキン戦法で有名なあの方でございます。魔王カード使うとすぐチキンになる。ドルマゲスも耐性お化けっちゃお化けだけどね。火力はないです。はい。笑ってます。ドラゴンソウルを食らって笑ってますね、あいつは。あ、あらまあ情けないなまあいいでしょう。よかろう。ゴールデンスライム以外は遅いんだよな、どうしても。激しいの余裕です。私たちの耐久というものをお見せしましょう。はい。ゴールデンスライムはよく燃えたな。ゴールデンスライムだけだよ、燃えたのは。電電流は火に強いからな、でも、元から。で、デンタなんてもう、それもう、それ以上、デンタなんてもう、化け物でしょ。氷じゃなければ何でもでいいからね。機械呪文か。まあ、主に氷呪文だけど、飛んでくんのは。まあ、だから、デンタザウルスに至っては、もう、メタルなんかより硬いからな。猛スピードで回転する！ゴールデンスピン！よいしょ！オッケー！一番火力が出るのは君だ！というか、頑張ってくれ、もうちょっと。さあ、デンタックルをぐるぐるぐるっと当てていく。まあでも、まあ、大魔王に向けてね、いい感じの応募の溜め方をしている。さあ、マヒアート、あ！唯一のね、デンタザウルスの弱点です。まあでもこれはゴールデンスライムがいるんで、まあトントンでしょう。ダンドン痛い。200か。納得いかんな。個人的にさ、今までの鉄壁チームってさ、200とか食らってたら大ダメージなんだよな。ちょっと納得いかないっす、今回。今回のパーティーちょっと納得いかないっす。2ヶ月ぶりに組んだはいいんですけど。いいんでしょうかね、作った主がこんなんで。うおー、そうでなきゃなー。いやー、2ヶ月ぶりの洗礼といこうや。もう吐いたりしねえからな。懐かしいな。今となっては笑い話だ。そうです。昔、耐久配信したことがあって、こいつに勝てなくて、なんか、途中で、ラプソン、このね、ラプソンが好きな方には申し訳ないですけど、私吐きました。ラプソンで。だから、もう、ちょっとね、もう因縁の敵というところが、あーれー、因縁の敵感あるんだよね、若干。もうお前にはもう絶対負けない。絶対負けたくない。行くぞ。この強い思いが勝利を生むんだ。勇気もいい感じだから、普通にワンチャンある。サイコストームか。誰に飛ぶ？ゴールデンスライム？だねー。
だなぁ、そうだろうなぁ。いやぁ、きつい。いや、きついなぁ。柔らかいとこ狙われてんな。まあ、ここも様子見しつつ、行動かな。とどめボーダーには持ってきそうなんで、SP 込みで。あ、早いね。流星群、空の体、わわわ。お前らのね、物理耐久値も見せてやれや。大丈夫。余裕。余裕で受かる。受かってない。やべえ。想像以上に受かってない。想像以上に食らってるぞ、お前ら。大丈夫なのか、それで。いやー、意味ないなー。次のと行動が、輝きか、メラソーマの時点で意味がない。やばいぞ、これ。あー、ここの外し、何をしとるんだ。やばいぞ、これ。どうする？どうする？ぬー、難しいな、判断が。お前には負けたくないんだが。お前には負けたくない。頑張ってくれ。会心出してくれ。何をしとるんだ君は。君、お前らは一体何をしとるんだ。全員が全員ポコポコスポコポコ外しよってよ。メラソーマなら耐える。メラソーマなら耐えれる。大丈夫だ。メラソーマなら耐えれる。諦めない。ネビラ行くか。いや、待て。勝ち筋を探るんだったら、あ、でも、これさ、どうせもう溜まっちゃうな、勇気。いや、確実に勝つんだったら、確実に勝つっていうのはできるかどうかわかんないけど。よし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 。まだあるね。まだある、まだある。スーパーグランドネビラぶち込んだ方がいい。確実に勝とう。よいしょ、ナイス、素晴らしい。勝ち筋を探っていこう。まだある。まだ全然ある。13の行動は耐えてるから、ドルモアは耐えるでしょ。たとえドルモアが来ても耐える、耐える。全然耐えれる、お前らなら。OK、いいよ。耐えれる、耐えれる。耐えれる、耐えれます。耐えれます。まずドルモア耐えます。耐えろ。うわあ、無理だったか。マスターアライラスよ。見ていてください。私の戦い座を。話を聞いてね。なんと助っ人が駆けつけてくれました。そう、マスターアライラスに捧げるためにドルマゲスがラプソーンに挑みます。さあ、耐久お化けのチキン戦法が得意なドルマゲス、マスターアライラスに捧げるためにね、ラプソーンを倒そうと思います。まさに下克上。まずは白目、ここを越えなければまず未来がないです。うわー、来たな。暗黒神 VS 魔性の道化師。ラプソンからしたら、なんだ、何しに来たって感じだな。なんだ、何をしに来たドルマゲス。ふっ、簡単なことだよ。敵討ちというやつだ。そして、これは、マスターアライアスに捧げる、私の最後の善行とでも言おうか。ドルマは余裕です。ドルマゲスはね、耐久高いんで、結構。耐久はかなり高いよ。まあ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 、膨大な HP を持ってして700だったら大丈夫だ。いけ！邪悪乱舞行くぜ！マスターアライアスに捧げます！この乱舞を！いけ！いけ！おら！4は何こいつ！ 4 は !4 は何こいつ !500? たった500しか出えへんで、ね、こいつ。いけ、ドルマゲス！いけ！捧げます！
いけ、ランボー合わせするいぜ、はい、優勝、弱弱いって弱いって、マスターレース、こんなんじゃ納得せえへんで、テレビのスイッチ切るで、これじゃ暗黒の羽ばたきを試してみるか。聞かないの分かってるけど、聞かない、絶対聞かないの分かってるけど、やらなきゃ、やらずにはいられない。いけいけ、フェザースコール、はぁー大丈夫かな、懸念点があるんですけど、このまま突然ボーダー乗せれるかな大丈夫？トドメボーダーと君乗せれる？あー、ギリギリ乗せれそう、ギリギリ乗せれそう。まあ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 、暗黒の魂なんか止まってられませんよ。いける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 、この 5ターン目に高校移転使う波動を引けなきゃいける。あれ？あー、よかったよかったよかった。あー、オッケー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 、安心や。あれ？勇気溜まる？一体系魔王ってさ、ちょっと不安なんだけど。ランダー？溜まる？おー！マスターライナスよ！見ていましたが、私の戦いぶりを！ウォリアー！ドスコイプレイス！ギリギリやないか。マジでギリギリやないか。でも、この耐久力をもってすれば、さっきギリギリね、届かなかった耐久力をね、あれ、得たから、いけるかもしれんよ。よし、行くぞ！マスターライアスに捧げるぞ！よもやここまでやると、お前がやるとは思わなんだぞ。ドルマゲスよ。よかろう！ならば、私も本気を出すとしよう！来た！諸悪の根源が来た！ 6800 をどうやって削り切ればいいかわかんねえ！俺にはただ。何を言いたいのかっていうと、さっき、この邪悪のランブとかいうゴミ技が、500ぐらいしか出してないんですよ。それを、3300まで、これで削るっていう、もう無理ゲーなんですよ。いや、でも、会心ポンポンポン出せばいけるか。そう、会心ポンポンポン出すしかないんですよ。こんなんなんで。この低たらくなんでね。はい。どのようにさ、こんな低たらくなんで、耐久はいいんですよ。耐久はなんとかなるかもしんないですよ。軽くなんともなんないですよねって話。いや、でもね、何かあるかもしれません。きっとドルマギスにも熱い思いがあるはずだ。マスターライアスに捧げるぞ。そう、はじめね、トラペッタの街でね、マスターライアスを殺したのはね、仕方のないことだったんだ。そう、すべてはこの時のため本当か本当か絶対嘘やで。さあ、ラプソンガの攻撃をね、まあ、華麗にね、受け流す。まあ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 ね。さあ、打点が不安になってまいりました。いけ、ランダーを見せる、ジャンクルランブ、受けなさい、行くぜ、保有にしよう。ギガデイン一発分しか与えてないっていうのはどういうことなんだろう、一体。輝く息やばいよ。いやー、まあまあ、冷える、涼しい。いける。いけ、え、あと2ターンで？あと2ターン、2000ギ。待てよ。あと2ターンで？ 2ターンで、2000削るんだってさ。ランダーを見せる！行くぜ！ほい！ほい！おーまだあるぞ！まだあるぞ、お前！まさかの、まさかの、あるかもしれん、これ！あるのか？あるのか？あ、ないような気がするんだけど、もう俺ないと思ってんだけど、あんのか？ウォリアー！ドスコイプレース！さあ！あと988！流星群！まあ、これは受け流します！華麗に受け流しましょう！この高い耐久力によってね、大丈夫。
一気に押し切れるか。ドルマゲス、ドルマゲス、マスターライアスに捧げるんや、お前の勝利を。輝かしい光を、いけ、マイクを越えてランダムを浴びせる、いくぜ、はい、よいしょ、あはははは、わあ、すごい、すごいぞ。え、おっと、相手の攻撃、え、あ、あ、一旦足りない、一旦足りない、避けろー。頑張った。すげえ頑張った。でも負けは負け。負けたけどね。